こんにちは田辺聖子の「万葉散歩」より「万葉百首」の64首目をお送りします千「千代路図の戦なりともことあげせず取りてきぬべきおのことぞ思う」「千代路図の戦なりともことあげせず 取りてきぬべきおのことぞ思う高橋ののまろの戦場に知人や肉親を送る人々は生きて帰ってほしいとあからさまに言えなかった本音はひそかに耳元で告げて 上辺はこの歌のように勇ましく送らねばならなかったたとえ千万人の大軍勢が向かって来ようともあなたはとやかく言い立てたり言い逃れしたりせず勇ましく戦って打ち平らげてくるマスラオだと信じております虫マロが励ましたのは藤原の馬会である 馬飼は九州方面の軍事を掌握する長官として使わされた馬飼は有名な藤原四兄弟つまり朱人の四人の息子のうちの三男である馬飼は剣刀副主になったり日立の国の神にされたり江戸の政党に赴かされたりと 災僚のある人だけに随分あちこちへ動かされてきた。それが今度は西海道節度市である。やれやれ、またぞろ遠いところへやられるのかと、産んだのであろう。この天平四年、七百三十二年、彼は三十九である。 昔の部下だったらしいムシマロに励まされ、総公会の席では、聖武天皇にも勇気づける漁政を賜ったというのに、彼はこんな監視を作っている。王祭は東山の駅。今年は再開の行。皇人一生のうち。幾度か んにうまん「王祭は東山の駅」「今年は再開の行」「後人一生のうち」「幾度か返平にうまん」「一生をこんな偏境の長官で過ぎてしまうのかなという」 超大足が聞こえる。虫丸「虫マロ」は牧球の「高橋の村地虫マロの歌集の中にいず」に見える歌に特色ある作品が多い第二節「夏だより夏の恋」にあげた「かききらし雨の降るようほととぎす」「泣きてゆくなり哀れその鳥」 かききらし、雨の降るよう、ほととぎす、泣きてゆくなり、あわれその鳥、も、現代ではろさくといわれる。浦島伝説などを歌った、ユニークな歌人である。この、万葉百首千には、もう一しまろの歌が取られている。 ジオロズの戦なりともことあげせず、取りてきぬべきおのことぞ思う。ジオロズの戦なりともことあげせず、取りてきぬべきおのことぞ思う。これで、万葉百首の六十四首目を終了いたします。 ありがとうございました。